これが例えば、まあ、死んだとしたら、この、まあ、バクチャーで作った水にその死骸を入れて、そのまま瓶で放置するんですね。そうすると、これ、なんか全部骨みたいになって、匂いも全くないでしょう。これじゃ人間が入ってるの？まあ、水量にもよります。やっぱり、例えば風栄養化の状態というか、まあ、有機物の量が水の量に対してあまりにも大きすぎた場合っていうのは、先に腐敗の方に触れてしまうとどうしても分解しきれないっていうのはあるんですけど、そういう意味でこの同じ水量ぐらいで何匹できるかなってやったのがこの5匹入れた実験なんですけど、5匹だったらまあ結構きれいに分解しちゃう。そうですね。もうこれだったら気になる。で、まあ